はい、始まりました。鉄チャンネル。さあ、はい。なんつじゃっけ、千代でしたっけ。あ、かたち千代です。超華さん。超華です。超華さん、超えるですか違う。あ、ちょ、違いますけど。超華、エクシードの超華ではないですね。と、アイドル失格というグループのメンバーということで。はい。はい、でも、アメリカ人なんで。そうですね。I'm Japanese American, first generation. そうですね。そうそう、first generation なんだね。Or 1.5 generation. そうですね。両親は移住はしてない。No, my parents still live in San Francisco. そう、住んでるけど、green card は？ My parents are on a green card.And then I have US citizenship, and so does my sister. ああ、そう。じゃあ、二人はアメリカ人であるってことですね。はい、だから、なるほど、1.5 ね。はい、はい、そんな感じです。まあ、両親はでもアイドル活動してるっていうのは知ってるわけです、ね。あ、知ってます。ライブとかにも来てくれたことはあって、一時帰国した際に親が来てくれるみたいな感じで。もうマリモのポジションやった、取れるってことで。お願いします。知らんけど、もうマリモね、忙しくて出てこないから。はい。じゃあ、マリモさんがいつもやらされてたんですね。入試問題とかされてたんですよ。あ、はい、はい。まあ、ただ、大学院までアメリカに行ってますんで。はい。University of Washington Graduate School なので。そうですね。そうですね。ラスクまで行ってますんで。ラスクまで行ってます。それだったら、京都大学も解けるだろうということで。はい。早稲田の理工っていうのが恐ろしく難しいんですけど、一番専門的な。あ、はい、でも、日本語も使えなきゃいけないのが京都。あー。なんで、そちらできるのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。和訳問題とかやったことあります？そもそも翻訳通訳やってて、ゲーム会社の翻訳をやってるので。なるほど。はい。じゃあできんじゃねえの。まあでもゲーム会社の文章とは入試問題はちょっと違うのかなと思ったりはしますね。そうですね。じゃあ行ってみましょう。はい、はい、じゃあ読んでもらって頑張ります。一番最初から読んでもらって、その下線部を日本語にしていただく。ただし、クリエイティブネスとクリエイティビティは英語のまま訳してくださいっていう、そういう問題でございます。ではできるのか見てみましょう。はい、じゃあ読んでいただいて。The creativity literature tells us that even though we're just now beginning to appreciate the importance of creativity in everyday life, it is a topic pondered by poets and philosophers since time immemorial. In fact, creativity has only been a regular part of our vocabulary since the middle of the 20th century. Its first known written occurrence was in 1875, making it an infant as far as words go. Creativity goes back a bit further and was more common than creativity until about 1940, but both were used rarely and in an inconsistent kind of way.Strikingly, before 1950, there were approximately zero articles, books, essays, classes, encyclopedia entries, or anything of the sort dealing explicitly with the subject of creativity. はい、大丈夫ですよ、これで。さあ、行ってみましょう。じゃあ、その河川の前までは大丈夫ですか？はい。ちなみに、どれぐらい日本語できるのかわからないので、どんな感じですか、その河川の前。何が河川の前で。そうそう、ああ、はい、河川ってわかるんですか？河川はこれ、アンダーラインのことですね。そう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 、アンダーラインの前までは何を言ってますか、これは。クリエイティビティについてのリテラチャーっていうのは本とか、はい、あの文章を見るとクリエイティビティっていうのが大事だと日常的に感じるようになってきたのは最近のことなんですけれども、はいはいはい、でもクリエイティビティというコンセプトについて詩人やあの哲学者はずっと前から考えていて、でクリエイティビティっていう言葉自体が英語で使う語彙の一部になり始めたのは20世紀の真ん中あたり、うんからなので。そうですね。はい。そしてリテラチャーとかね、これ文学って言っちゃダメですよ、これね、文献ですからね。はい。こういうメモリアルとかね、はい、これはなかなか難しいと思いますけど。そうですね。とはとか、なんかそういうイメージがありますけど。とは、なるほど。永遠のとはですね。はいはい。ずっとあるってことですね。はい。はい、じゃあその後ろいよいよ、はい、長いです。こんなのを高校生たちがやるんですよ。でもこれ、ね、高等な書く感じですか？そうです、書くんです。大学受験なんてやったことないと思うんで、ちょっとね。では。やっていただきましょう。なんて言うんですか、 word for word の方がいいですか。いや、いかにうまい日本語で訳せるかがポイントなので、okay、 はい、漢字が思い出せない。頻繁の頻って書けんくない？難しい漢字ですね、それは。わかんない、曖昧、曖昧。講義の儀って、ごんべんだっけ。直訳の方がいいのかな。これは故郷のつもりで書いてる。ああ、間違ってます。全然違う。全然違う。いや、もう配っちゃったやん、今日。全然違う。あ、本当だ。マジどうしよう。あれ、今日いやいや、これ面白いからいいよ、そっちの方が。はい。気づかないのもおかしいでしょ。俺、越境って書いてんのかと思った、最初。聞こえてきたら。やばい。いや、まあこういう感じでボロ出るんですよ。これはツイッターで晒されるぞ。あー、やばい。この感じかな。あ、わかりました。ダン。
creativity という言葉の文中での使用が初めて記録されたのは1875年、つまり言葉の中では極めて幼いものとなる。 creativeness の方が若干歴史が長く、1940年頃までは creativity よりも使われることが多かった。しかしその当時は両者とも使用頻度が低く、意味も曖昧であった。意外にも1950年以前の文書、本、エッセイ、講義、百科事典の記載などの類にはクリエイティビティが主題として扱われているものは一つもない。おすごい、見ていきましょうか。じゃあ It's first non-written occurrence っていうのが、これは最初に現れたってことですね。 で、その中でも known ですね、知られている、それがだからまあ最初に記録されたものっていうのが1875ですね。 making、 これが分子構文って言われるやつですが分かんないですね。分かんない、すみません。分子構文っていうのが、でこの making it の it が指すものがクリエイティビティ、そうですね、はい、という言葉、言葉ですね、はい、だからそれがエンファントであるってね、はい、はい、そうですね。そう、 as far as words go、 あ、これ難しい表現ですね。多分これを、そうだね、言葉としてはっていう、そう、これは多分訳せなかった人がすごく多かったと思います、実際。っていうのは、これって直訳は可能ですか？直訳できないです。できないですよね、はいはい、そもそもこの言い回しをそのまま日本語にすることができなくて、そうそう、 as far as なんとか go っていうのがね、使われる表現ですね、はい、こんなのが出てくるっていうのはやっぱ京都大学なんです。で、creativeness ですね、こっちの方があんま使わない表現ですけど、それの方がもっと古い、はい、it goes back a bit further なんで、まあもう少し遡れるっていう、そうですね、 go back とか date back とかはね、はい、入試でもよく出るので、で、and it was more common、それはもっとコモンだったと言ってます、はい、Until about 1940って書いてるので、やっぱり今の方はクリエイティビティの方が使う、そうですね、はい、はい、ということですね。だから1940年までは文献を見るとクリエイティブネスの方が使われてたと。 But both were used really、 ほとんど出てこない、まあ、両者ともほとんど出てこなくて、 In an inconsistent kind of way ですね。なかなかこれも難しい表現、まあそうですね、 In と way ですね、これがこういう風に言ってこうやつで、統一感がないそうですね、っていう略、はい、あ、っていうのが直訳ではあるんですけど、はい、なんて訳しました、これは意味が曖昧っていう風に結構、ああそういう風にやったんですね、なるほど、まあそれは面白いですね、まあ、使い方に統一感がないが多分直訳ではあるんですけど、うん、でも伝わりにくいかなっていう感じで、使い方が違えば意味も変わってくるじゃないですか、うん、さあ、インコンシステントなんて訳されますか、よく日本語では一貫しない、一貫しない、ああ、ね、あ、一貫性がないとか一貫しないっていう、そうですね、だからいろんな使われ方だったわけですね、はい、意味がいろいろとあったっていうことですね。で、strikingly が結構むずくて、お、なるほど、そこをどう訳したらいいのかなっていう、 strikingly before about 1950 there were approximately zero articles, books, essays, classes, encyclopedia entries or anything of that sort dealing explicitly with the subject of creativity、はい、そうですね、 strikingly が難しいですね。じゃあ他の言い方にしたらどうします、英語、 astonishingly とか、ああ、びっくり、びっくり、ね、はい、そうですね、驚くべきことにとかがやっぱり多いと思うんで、はい、あ、意外にもにしたわけですね、にしましたね、 unexpectedly みたいな意味にしたわけで、ね、でもなんかこの接続の言葉をつけてしまうと一気に、あ、これどっかから翻訳したんだなっていう感じの雰囲気が出てしまうというか、うん、この使い回しは多分、うん、日本の文章ではあんまり使わないんじゃないかなとは思ったんですけど、ね、でもそれがないとその点もらえないのかなっていう感じでつけたっていう感じですかね。あ、頻度は結局、頻度の頻は書けなかったです。頻はこうですよね、あー、まあ、読めはします、俺間違ったことあるから授業中に板書で書いて間違えて生徒に違うって言われて、これ曖昧は俺は書けないです、あ、私も曖昧、あ、分かんない、合ってると思う、それ、いや、合ってると思う、普通に難しい、合ってる、合ってる、合ってる、え、やった、嬉しい、文章、アリコが分からなくて、アリコ、アリコって何でしょう、何ですか、記事です、あ、記事か、あ、そうですね、アリコ、確かに記事って書けばよかったのか、まあ、個人的にここのこだわりはこの of the sorts っていうのをの類にはっていう訳し方をするのと、あと approximately zero って書いてあるのが一つもないって訳すのが個人的には、あ、なるほどね、あのしっくりくるかなっていう、なるほど、多分バツもらいます一つもないだったら approximately の意味がなくなっちゃいますね。え、approximately ってなんて、え、でも基本的にこれってゼロじゃないですか、そうそうそう、基本的にゼロですけど一つもないだとゼロ、あ、基本的に、いや、基本的にじゃないですか、はい、approximately は approximately、 およそ、でもおおよそゼロって、ほぼないって、あ、ほぼない、断言はしちゃいけない、そうですね、あ、
だほぼないとかっていう風に訳さないといけないやつですね。あ、限定されちゃう、ここは。はい。で、エッセイ。まあそうですね。エッセイで大丈夫。まあさすがに、随筆とかっていうのは求めてないと思うんで、その随筆なんか聞いたことあります?漢字、まあ、ありますけど、漢字書けないです。漢字めっちゃむずい。てか、使われてるのを聞いたことがなくて。確かに。あの翻訳された記事とかでは見たことあります。エンサイコロペディア、よく知ってましたね。百科事典の記載かなと思って、はい、すごいすエントリーが。百科事典も辞典って意外と難しいんで、こうなんですよ。あ、辞典の字は、辞書とは違うんですよ。そうなんだ、はい、これはね、難しいんですけど、辞典と違うっていう、そう、これはね、子供の時に自分も間違えてて、って思った。なんか、ルクがニヤニヤしてて、めちゃくちゃムカつく。なんか、日本語できねえんだ、こいつみたいな顔してて。これもう、親がめちゃくちゃ笑いそう。うちの親って、ちょっとした日本語のミスにめちゃくちゃ固執するというか、めちゃくちゃからかってくるんですよ。固執すごい。もうそれで嫌すぎて、どんどんその日本語に。いや、だってさ、それよりも記載が書けるんですもん。これ乗るって字割と使いません？そう、使う、掲載するとかね、はい、すごいと思いますよ、はい。で、などの類にはそうですね、クリエイティビティが主体として扱われているものはそれ、ね、ほとんどなかった。そうです。このだからそうですね、anything of the sort っていうので、これでもうちゃんと名詞だって分かんないといけないですね。これが sort dealing とかくっついてると思っちゃダメなわけですね。じゃあ deal with が後ろから sort にかかってる。かかってるとか分かります？後ろにかか…待っても後ろからかかっている、就職しているとか分かりますか？マリファイ、いや分かんない。分子の塊が前の名詞を就職しているってなるんですね。はい、はい、ということで、いや、めちゃくちゃできてるんじゃないですか、やっぱりこの、はい、ちょっとやっぱり、いや悔しいですね。そうですね、 approximately のところがね、なんて訳すかっていうとこだったと思いますが、やっぱりネイティブではできるということで、はい、いや、いや、これすごい。え、この文章の構成的に どうですか？いや、そのね、翻訳じゃないんで、入試問題ってこれ和訳問題なんで、全然はっきり超完璧な必要ないんで、ポイントが入ってるので、そのポイントをちゃんと訳せてれば大丈夫です。そういう風に、あ、ディロ出てますね、ニュージーンズ、はい、バイリンガルですからできるということで、はい、できるっていう結果で大丈夫ですか、はい、これもう全然全然普通の人たちよりもはるかにできるんで、はい、じゃあ今後ぜひ解いても欲しい問題があったらコメント欄に、はい、書いてください。そしたら今後早稲田理工とかもやっていくかもしれないし、一橋だったりほらいっぱい出せますよ。いやいや、受験期めっちゃ忙しくなるから、毎回来てやったら、東大の受験の日仕事入れないよね。あ、この間あの今日って解いたんですよ。お、共通テスト。共通テスト解いて、まあ、読み間違いをしましてですね。でも、あの、まあ、でもそれ以外は、満点取ったの97だったから。それぐらいの人が多かったから、そうネイティブでも、ね、そうだから今年ネイティブ解けなくて、速報をやろうと思ったら速報がめっちゃ遅かったんで、一問だけミスりました。それでいいので、来年は協定を開けといてください。協定の日と東大の日を開けといてください。あ、じゃあ、はい、ペンに解きます。そんなんでやらせてくれるのか分からんけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thanks for watching! Bye! これマリモと全く同じ声だね、バイの時と Thanks for watching! 全く同じ声。